皆さん、こんにちは。相撲界のみならず、日本中から話題を集めているドラマ、サンクチュアリ、聖域をご存知ですか？このドラマの中で、最強無敗の力士、静内を演じた元力士が、ドラマ以上の注目を集めています。多方面から高い評価を受けている元力士は、あの、人気格闘技ライジン関係者も、大晦日にオファーしたいくらいですよ。と興奮するほど魅力があるようです。一体元力士とは誰なのでしょうか？今回はこの元力士について深掘りしていきたいと思います。まずはドラマサンクチュアリ聖域について紹介しましょう。このドラマはネットフリックスが制作し、大相撲を題材としたオリジナルウェブドラマです。2023年5月4日より全世界で配信中が開始され、配信開始から大きな話題を集めることになりました。ドラマを見たタレントの有吉弘行さんも、相当面白いですよねと絶賛しています。さらに週刊グローバルトップ10でトップ10入りするなど、国内のみならず世界でも話題になっているのです。相撲のシーンは実際の相撲のように迫力があってすごいと多くのコメントが寄せられています。主演は一ノ瀬ワタルさんが務めていますが、一ノ瀬ワタルさんは現在俳優として活躍する元格闘家ですね。脇を固めるキャストは豪華俳優陣が集結。染谷翔太さん、小雪さん、ピエール滝さんが名を連ねています。力士役を演じる全ての俳優陣は専門家の指導のもと、1年間に及ぶ肉体改造や相撲の稽古を行い収録に臨みました。さて、話題を集めたのは主役の一ノ瀬ワタルさんではありません。ドラマの中で化け物と称される桁違いの最強無敗力士、静内役を演じている元力士、飛翔富士です。名前を聞いてもあまりピンとこない人も多いかもしれませんが、実は12年もの間相撲界で活躍していた力士です。主人公猿翁のライバル役の静内を演じる飛翔富士は、迫力がすごすぎと SNS でも大きな話題になっています。元力士が演じているので迫力あるのは当然ですね。では飛翔富士とはどんな力士だったのか紹介していきましょう。四股名飛翔富士弘樹、本名住弘樹、生年月日1989年7月14日、出身兵庫県神戸市兵庫区、身長193センチメートル、体重212キログラム、所属部屋東関部屋、得意技左四つより、最高位東十両13枚目、生涯戦歴234勝198敗、53休69場所、優勝回数序ノ口優勝1回、三段目優勝1回、中学時代にはすでに190センチメートル、120キログラムを超えるという恵まれた体格で、柔道の実績もあった飛翔富士は中学卒業後に中村部屋に入門し、2005年3月場所にて初土俵を踏みました。ドラマの中でも大きな体格で存在感ある飛翔富士ですが、子供の頃から大きかったようですね。初番付の序ノ口から3場所連続勝ち越すなど順調に出世すると、2007年3月場所には3段目に昇進。その3月場所では3勝4敗と負け越したものの、序二段に陥落した翌5月場所では6勝1敗と大きく勝ち越し、1場所で3段目へ復帰しました。2007年7月場所では東三段目48枚目の位置で7戦全敗という大敗を喫してしまった飛翔富士ですが、同年11月場所に再び序二段へ陥落してからは、自身の体に見合った大きな相撲を取れるようになり、2008年9月場所まで6場所連続で勝ち越しています。2009年5月場所に幕下へ昇進し、2010年9月場所では新十両へ昇進しました。中村部屋からの関取の誕生は、2004年3月場所に新十両に昇進した一ノ谷以来7年ぶりとなる快挙です。2012年11月場所後に中村部屋が閉鎖されたため、
東関部屋へ移籍した飛翔富士ですが、2012年11月に右膝の靭帯を痛め、2013年11月場所に幕下で全休して以来休場が続き、関取経験者としては戦後10人目の序の口まで降格する不名誉な記録を残してしまいました。さらに序の口に降格した2014年7月場所も全休したため、翌場所からは番付外となってしまいました。関取経験者が番付外に陥落するのは龍門、北斗国に続いて史上3人目です。休場中には手術を受けた飛翔富士ですが、この手術は学会報告用のビデオカメラが入るほどの複雑な手術だったと言われています。2015年1月場所に土俵に復帰すると、番付に復帰した翌3月場所は7戦全勝で自身初の各段優勝となる序ノ口優勝をつかみ、見事な復活を果たしました。この頃になるとトレーニングで体を鍛えるのが楽しくなったと語っています。その成果とも言えるのが、先場所に続き5月場所も7戦全勝していることです。7月場所は7戦全勝し3段目優勝を果たしています。ただ5月場所は全勝するも優勝決定戦で敗れ、序二段優勝は逃してしまいました。翌9月場所で幕下に復帰し、東幕下11枚目まで番付を戻した飛翔富士でしたが、土俵復帰から2年で十両に戻ることができなかったことと、左足首の怪我に悩まされたことで2017年1月場所限りで現役を引退し、12年の力士人生に幕を閉じました。このように飛翔富士は怪我に苦しみながらも序ノ口優勝、三段目優勝など功績を残した力士だったのです。引退後は地元の神戸で昼は営業マン、夜は飲食店セカンドハウスを経営。しかし飲食店は2023年1月11日で閉店しています。2018年頃には神戸大学相撲部のコーチに自ら名乗りを上げ、ヘッドコーチに就任していた時期もありました。神戸新聞夕刊に随想を執筆し、同年11月に行われた神戸新聞祭りのアンバサダーも務めています。2018年4月27日、アメリカ合衆国のプロレス団体である WWE からプロレスラーデビューを果たしています。リングネームヒロキ・スミとして出場しましたが、プロレスの参戦はこの1回のみです。そして2019年2月に株式会社ワールドスモウエンターテイメントを設立し、現在も代表取締役を務めています。日本の国技である相撲を国内外に発信すべく、相撲イベントや力士のキャスティングなどが事業内容です。2019年3月15日からはアメリカ・ロサンゼルスに拠点を移していますが、アメリカと日本を行き来しビジネスを行っているようです。このように引退後幅広い分野で活躍をしている飛翔富士ですが、なぜ飛翔富士が選ばれたのでしょうか。主人公猿翁に立ちはだかる最強無敗の静打ちは、力士たちを圧倒するフィジカルで顔にいわくつきのやけど痕を持つミステリアスな役どころです。制作陣は言葉を発さない役であることに着目し、国内に限定することなく海外のエージェントにも協力を仰いで静打ち探しを行っていました。そこでアメリカと日本を股にかけて相撲レスラーを供給するエージェントに携わっていた飛翔富士が抜擢されたのでした。飛翔富士は9月22日に公開される映画ジョン・ウィック・コンセクエンスにも出演しています。ドラマが公開されるとネットフリックスのサンクチュアリ聖域面白かった、5年前 WWE に一度だけ登場した飛翔富士こと住博樹が演じる最強静打ちがすごく良かったですという声に反応したのが、冒頭でも紹介したライジンの笹原圭一広報。5月24日にはツイッターを更新し、静打ちの存在感が圧倒的でした、大晦日にオファーしたいくらいですよと興奮気味に綴っていましたね。するとフォロワーからは、大晦日に静打ち猿翁もお願いしますなど、ライジン参戦を期待するコメントが寄せられていました。
もしかすると年末には最強無敗力士静打ちはライジンのリングに立っているかもしれませんね。現役時代以上の注目を集めることになりそうな飛翔富士の今後の活躍が楽しみですね。今後注目俳優となりそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。